マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。健康診断で中性脂肪値が高いですね。痩せてくださいって言われたことないですか？そこで今回この動画では中性脂肪を落とす方法がわかるんです。溜めてしまった中性脂肪を落としてすっきりとした体になりたい方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。中性脂肪を落として痩せる食事法について具体的にお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ中性脂肪が増えてしまうんでしょうか、その理由と、2つ目、中性脂肪を落とす食事法3選お話します。では1つ目の項目です。なぜそもそも中性脂肪って増えてしまうんでしょうか、その理由をお伝えして、そこをしっかりと踏まえた上で、じゃあどうすればいいのってお話ししますね。まず中性脂肪って何ぞやってことなんですけれども、あなたの血液中に溜まってしまったその脂肪の一種なんですね。まあ、脂肪もいろいろありますよね。内臓脂肪とか皮下脂肪とか、まあ、体脂肪系ですよね。でこの中性脂肪っていうのは血液中にいる脂肪のことです。でこれはやっぱりね、脂肪なので、まあね、脂っこいもののね、食べ過ぎ、脂身ばっかりとか、そういったので、まあ脂でしょって思う方いらっしゃいます。もちろんそうです。脂、脂質の取り過ぎからくるんですが、実はそれだけではないんですよ。例えばね、太るから脂っこいものとか揚げ物を控えたと、よしこれで中性脂肪はたまらんもんねって思ったってダメなんですよ。実はですね、脂質以外にも糖質を取りすぎてしまうと、なんとこの中性脂肪増えちゃうんですよね。で糖質って何っていうことなんですけど もう簡単、お米、パン、パスタ、うどんなど麺類、甘いもの、こういったものです。ですからいくらね、脂肪になると思ってその油物、揚げ物控えていたとしても、逆にその分しっかりとお米やパンとかね、麺類がっつり甘いものもしょっちゅうという方はもう全然ダメなわけです。そこがかえって中性脂肪を溜め込んでしまっていますよってことなので、油だけ抜けばいいってもんではないってことですね。ではここから2つ目の項目です。その溜まってしまった中性脂肪を落とす方法があります。その食事法3選ということで3つに分けてお話しますね。まず1つ目こちらです。中性脂肪を増やす食べ物と飲み物を控えましょうです。まずはですね、それ以上溜め込まないためには入れないってことですね。例えばどんなものがあるかと言いますと、食べ物、飲み物、それぞれお伝えしますね。では一つ一つチェックしてみましょうね。もしあなたがこういったものを食べてるとしたら、もうカットですね。今すぐやめていきましょう。そうすれば中性脂肪値下がります。まずは炭水化物ばっかり食べる方、例えば忙しくてね、わかります、おにぎり1個パクパクとか菓子パンパクパクとかね、もうそのばっか食べっていう、もう糖質の塊ばっかり食べてる方太ります。なのでそういったおにぎりだけ、パンだけ、うどんだけはやめましょうね。もう糖質のオンパレードですから、もう完全にカットするとお早いと思います。またお菓子もそうですね、甘いお菓子です。特に添加物たっぷりのものやめてくださいね、太ります。そして甘い飲み物もそうです。例えばですね、飲み物ってね、結構案が油断して飲んじゃうんですよね。ものすごく糖分入ってます。ですから甘い飲み物はやめた方がいいんですね。そして、まあ、逆にその脂肪の方のお話になりますと、まあ、脂身たっぷりの肉類ばっかりとか、揚げ物たっぷりとかね、あとはアイスクリームとかマーガリン、こういったこうクリーム系とか、これなんかもうトランス脂肪酸ですから、もう絶対やめた方がいいですよ。マーガリンは取ってはいけません。別名食べるプラスチックなんて呼ばれているのは悪いね、ものが入ってますから、今すぐやめた方がいいですね。でまずはこれ以上溜め込んでしまった中性脂肪を増やさないこと、そのためにはこういったものをお休みする、もう完全に縁を切るってことですね、をされると早いです。では食事法の2つ目はこちらです。ポリフェノールが入ったものを食べましょう、飲みましょうということなんですね。このポリフェノールってすごいんですよね。もう本当に通常の食品にもいろんなものに含まれています。もう8000以上とか言われてるんですけども、こういったものを上手に入れると脂肪燃焼効果があるんですね。
中性脂肪値とかコレステロール値を抑えてくれる効果があるのがこの実はポリフェノールなんですね。でよくポリフェノールって聞くとパッと思い浮かびませんか？まあ、チョコレートとか、まあ、ココアとかいろいろあると思うんですけども、実はですねこちら一つ目、緑茶にもポリフェノールたっぷり入ってます。よく緑茶って聞くと、まあ、カテキンかなとかねイメージ出ると思うんですけども、緑茶もポリフェノール実はたくさん入ってます。でこの緑茶も脂肪燃焼効果があったり代謝が上がって血糖値の急上昇を抑えてくれます。でコーヒーと比べてはねカフェイン量が少なめなので適量ですね、まあ、1日1杯からまあせいぜい2杯までぐらいでしたらそこまで負担はないです。ただしカフェイン飲料飲みすぎは NG です。なぜかというと自律神経のバランスがね壊れちゃうんですよね。交感神経といっていつもスイッチオンでね頑張れ頑張れってなってしまうからすごくね腸が動きにくくなってしまうので飲みすぎには注意してくださいね。はい、まだまだ続きます。こちらポリフェノール入りの食材ですね。実は紅茶も入ってます。で紅茶ももちろんカフェイン飲料なので先ほどの緑茶と一緒1日1から2杯程度までで抑えてくださいね。ただしやっぱり紅茶もすごくいいこともあります。血糖値の急上昇を抑えてくれるから脂肪を溜め込みにくくしてくれますし脂肪の吸収も抑えてくれる。でなんとねやっぱり紅茶って緑茶と違ってお体が温まります。緑茶は実はコーヒーと一緒でお体冷えますから飲みすぎには注意しましょうね。緑茶の温かいのであったとしてもやっぱりね冷やす作用はありますから気をつけましょう。逆に紅茶は温めてくれますしその結果代謝が上がるというね、これはもう本当に味方につけたいドリンクですね。でおすすめは生姜紅茶です。さらに代謝がアップします。では3つ目のポリフェノール食材はカカオになります。ここで、まあ、ココアと書かなかったのはですねやっぱりココアっていうのは味がついてるものが多いですよね。甘いココアもうそれはダメです。なのでもう本当に完全カカオ 100% のココアドリンクだったら OK です。で甘みをつけたかったらやっぱりね天然の蜂蜜とかそういったの黒糖とかねだったらいいです。ただ市販のココアは太りますよ。もちろん白砂糖とかね人工甘味料香料余計な添加物がいっぱい入ってるのでやめましょうね。ここでいうポリフェノールが入っておすすめなのはカカオです。カカオが 100% 使われた商品ってことですね。で食物繊維がたっぷり入っててしかもですねカカオって実は発酵食品なんですね。ご存知でしたか？発酵してます。ですからすごくおすすめなんです。なぜかというと腸内細菌のね野生菌と呼ばれる善玉菌たちが喜ぶ餌がこの発酵食品だからなんですね。そしてレジスタントプロテインっていうねもう善玉菌が大好きなプロテインも入ってます。これぜひぜひ飲んでみてください。そして老廃物をデトックス、まあ、お腹の大掃除体内の大掃除してくれる効果もあるのがこのカカオマス、まあ、カカオなんですね。私はよくカカオ 100% の、 あのパウダーを買ってきて無調整豆乳にカカオ入れてあとちょっと蜂蜜入れてねカカオならば腸活ココアドリンク作って美味しく飲んでます。でも1日1杯までにしてますね。はい、では最後のこのポリフェノール入りの食材はブドウです。ブドウもね腸内環境を整うあの働きがあるんですよね。酵素もたくさん入ってますし、でなんとねこれも太るもと血糖値の急上昇を抑える効果もあるんですよね。で悪玉コレステロールを減らしてくれたりとか代謝が上がって血行促進こうポカポカとね血行促進の効果もあるっていうこのブドウはやはりポリフェノールたっぷり含まれていておすすめの一つです。ただし果糖があります、まあ、甘いのでねどうしても糖質は入ってますからそのあたりはね食べる量気をつけてくださいね。では痩せる食事法の3つ目はこちらです。食事の順番と書きました、まあ、これ食べる順番のことですね。皆さん何から先に召し上がっていらっしゃいますか？これは体質にもよりますが、まあ、一般論としてお伝えしますね。やっぱり一番最初に食べていいのは、まあ、汁物ですよね。水分です。それからお野菜をしっかり食べましょう。食物繊維ね。でそれを食べ終わったら今度はお肉とかお魚をしっかりタンパク質を摂ってください。そして最後の最後に糖質の塊ご飯系ですね。お米
パン、パスタ、ま、けれどもやはりね、一番のおすすめは小麦製品ではなくて、私はやっぱりお米で、しかも栄養が全部なくなっちゃった白米はダメです。茶色いもの、玄米とか、ちょっと玄米苦手とかね、消化する力がなくてもたれますっていう方は無理に食べずに、白米に押し麦とかもち麦とか雑穀混ぜたものを召し上がってくださいね。そしてやはりなんといってもね、糖質ですから食べ過ぎは NG なので、お米はやっぱりしっかりとその食物繊維とタンパク質をよくよく噛んでもお腹いっぱいになって、まあ、ちょっとね最後もうちょっと食べたいなぐらいの時で食べる。でそうじゃなければ無理に食べない。そうするともう一気にですね、お体変わってきますよ。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のポイントは、中性脂肪を落としたければまずはそれ以上増やさないこと、そのためには中性脂肪が増えるような食べ物、飲み物を控えましょうでしたね。そしてその代わり逆に溜め込んでしまったものを今度落とさないといけないわけです。そのために必要なものありましたね。食べ物、飲み物、そして食事の順番をぜひ楽しく取り組んでみてください。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますともとっても励みになって嬉しいです。またコメントもどんどんお待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。